杉森を殺したのは。雅江さんのことで話があると杉森を呼び出しました。小野川さん、ちゃんと止めとけよ。すみません。しかし無事でよかった。警察の調べが進んでいるのではないかと不安になって、井出への復讐を急ぎました。